あ、それ僕じゃないです。あ、ですです。はい。今配信開始してます。音がもし聞こえなかったら言ってください。聞こえても言ってください。お願いします。当選おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしょう。NHK 党の初めての2期目当選議員として感想は今の。ちょっと待ってくださいね。私も準備もう始まるんで先に準備させてもらって、はい。NHK 党と定例会。これ見え。はい、じゃあ時間になりましたので始めます。もう30回目ということなんですね。NHK 党の月1第3水曜日総会始めます。まずはですね、冒頭出たい話から、おかげさまで春日部市の選挙ですね、2年ぶり、当選は2年ぶりで、選挙戦で勝ったのは2年2ヶ月ぶりと、新座市選挙以来ですね、久しぶりの当選ということで、皆さんありがとうございました。坂谷君お疲れ様でした。ということで、まあちょっとじゃあせっかくなんでこんな話から、先に話を、まあ、食い込む、ちょっと待ってね、めっちゃ急ぎのラインが来た。どれがか分かる人、裁判じゃないかな、ガーシーでもない、山本太郎さん、山本太郎さんでもない、じゃあ分からんな。いやちゃうね、明日のちょっと記者会やな、ちょっと出してほしいな。末永さんはいない、聞こえない、まあいいや。トリエモン明日ゴルフ行けんかってやつやもちろん行きます、終わり。それは大事ということで、1時からの明日の共同通信の取材をちょっと回してほしいんだけど、誰かいるかな。明日のですか。明日の1時からの共同通信をちょっと、はいはい、まあ、できたら5時くらい、はい、わかりました。5時とか6時とか7時とか、ちょっと遅い時間帯に変更してくれ。はい、はい、ということで、ごめんなさい。これ、まあ、堀さんがこうやってね、ゴルフ行くたびに誘っていただけるのは非常にありがたいので、堀さんとゴルフ行くとね、20万円するところ、なんと無料でいつも誘ってもらってるので。で、塚田君の話行く前に、ちょっと、後で話しようと思ったんですが、このタイムで来たので、堀江政経塾には、これはもうもちろん強制じゃないんですけど、ぜひともちょっと皆さんには参加していただきたいと。もう全然その出る情報量が違いすぎるので、なぜちょっとこれに、特に現職の方がほとんど参加してくれてないのかっていうのは、特に堀江さんはもう基本的にはクローズで情報発信するんですね。まあ、講演会なんかも
基本的にはやっぱり情報の価値っていうのをすごく大事にしている人なので、クローズでする、クローズでやります。もちろんこれ今これオープンにしているので、昨日の昨日やったかな、めちゃくちゃおもろかったよね、中村議員が来てたけど面白いよな、どう考えても、あのもう言えないことがそこに飛び出すっていうのが最高で、ぜひともちょっとその堀江さんがほとんど今 NHK 党の戦い方についてアドバイスをもらって、まあ、堀江さんがあちこちで、まあ、NHK 党すごいよ、立花さんすごいよというようなことを言ってくれているので、あのもう全然あの聞く価値がある毎回、まあ、昨日のゲストも高橋陽一先生です、あの元財務官僚の安倍政さんの時に、内閣の参与されてたり、まあ、菅総理ともあるので、まあ、うちの一緒に会話を組んでいる渡辺芳美先生のお父さんの渡辺道夫先生の時代からのお付き合いで、すごく内容が濃い塾ですので、まあ、ここはぜひともちょっと参加をいただきたいなっていうのが、っていうのはそこでやった話が、僕のした話が皆さんに通ってないかどうかがちょっと正直わからないわけですよ。これさんの時は言ってたねって、こっちは言ったことを共通の情報として進みたいってなるので、まあ、月1万円ってちょっと高いんですけども、まあ、特に関東にいらっしゃる方はですね、ぜひちょっと参加していただけた方がありがたいなと思っています。現職に無料で、現職に無料なの？それ知らんけどですよね、はい、現職に無料。あ、そうだ、はい、じゃあなおさらお金もかからないということで、まあ、昨日もね、山本太郎さんの話であったりとか、ガーシーの話であったりとか、春日部の選挙のやり方ってやってるんで。ということで、ちょっとその、堀江政経塾はここでまあ置いておいて、まあ、坂谷君の、まあ、当選については、まああのまあ、当日1500都民7票ということで、まあ、下から3番目、ただ、まあ、当選ラインからは200票以上の、一番下の人で1300で、まあ、時点の人が1270ぐらいだったんで、まあ、その時点の人の1個で上回れば当選なので、まだ240票ぐらい減ったとしても当選できたということで、票的には当選当落の票的には十分な票が得られたという一方で、前回の1900票というのはですね、大きく下回る1500票ということで、まあ、投票率がショッピングセンターのね、期日前投票所が今回は機能しなかった、まあ、閉鎖されていたために、その期日前投票が7000票ぐらいだったら4000票ぐらい減ったのかな、その辺もちょっと大きく影響しているのと、あとはまあ維新の会がやっぱり同票、前回維新の会いなかったのが2600票というところで、同票も維新に持っていかれた部分もあるかなと、まあ、いずれにしてもちょっと僕は票的には僕の予想よりも、まあ、予想の一番下のライン、最低でも1500票ぐらいだろうなと思ってた、その1500票でした。で、日曜日の夜っていうか、まあ、明け方まで結構寝ずに、あんまり寝れなくて考えてたんですけども、まあ、月曜日の朝、048の番号からね、ちょっと着信があって、出たらおばあちゃんで、なんか当選おめでとうございます。本人に聞くのもなんだから、市役所に電話したら、坂谷さん当選しましたよって聞いたので、安心して電話しましたと。これからもちょっと4年間安心して、ね、やれると。で、私もいろんな周りの人にね、結構やっぱり誰に言っていいか分からないって声がすごくある中で、まあ、NHK 党の坂谷さんにっていう話を、まあ、明らかに声がおばあちゃんなんですけどね、まあ、そのおばあちゃんの声ですごく、まあ、救われたというか、まあ、そうだよねっていう、まあ、全然その我々2年もある意味当選から遠ざかっている中で、まあ、票を減らしたとはいえ、当選したっていうのはやっぱりある意味すごいことだなと思ってですね、まあ、その走行してるうちにちょっとこう票が伸び悩んだことで、こう走行してる悩んでるなって、うちにも堀江さんが月曜日の昼間には雑談というアプリでね、当選したっていうことについて紹介してくれたり、僕とも直接 LINE でおめでとうございますと。ということで、まあ、これね、有権者としては周りの人から見たら、まあ、当選したかしてないかしか見ないんですよね、よく考えれば。
だからあんまり数字のことは気にしなくていいかなっていうのが、まあ、気にしなくていいというか、数字に対してじゃあどういう選挙でどれぐらいの期間、まあ、費用とか、ね、をかけたらいいのか、まあ、費用とか時間ね、活動量お金とかをかければいいのかっていうのを、まあ、計算していかなきゃいけないなと。ただまあもちろん一方で、あのやり方としてはかなり雑な部分もまだいっぱいあったなと思っています。どういうところかというと、これめっちゃチカチカするんだけどな、ついたり消えたりでか、あの例えばあの YouTube の広告についてはまだあれ5分なかったかな、3分ぐらい、4分ぐらいかな、うん、で正直4分だと足りないなっていうのが僕の正直な感想です。もうあの冒頭ですね、春日部詩織 NHK をぶっ壊すってこの5秒ぐらい の, あのものでですね、あの春日部市の人が「ああ春日部市」って言ってる駅前の「クレヨンしんちゃん」が出てる、注目するわけですよね。そうするとその後も見たいっていう欲求に対しては、これは場合によっては30分とか1時間流してもいいのかな、15分とかでもね、せっかく興味を持ってくれてるわけだから、そこで結構あのこと細かくやっていいのかなっていうのは一つちょっと反省点っていうか、まあ反省点というか、まあ、ブラッシュアップできるところだと思います。で具体的に言うと、例えば野田氏に関しては、まあ、NHK をぶっ壊すという、まあ、僕と渡辺君が野田駅前あたりでやってですね、でそこで見てきた人に、まあ、NHK 党としてはNHK に受信料を払わない、支払わない人をお守りすると、訴訟費用もNHK に払うべき受信料もあえて最近考えた言葉が肩代わりですね、こちら肩代わりするという言葉が一番適切だと、肩代わりする、これはあくまでも党のやってることですね。で候補者は別にそういうこと関係なく党所属として、活動していくと、まあ、よくあの公職選挙違反だとかいろいろとこういう疑いがかかってるっていうか、そういう疑惑があると、まあ、あくまでも疑惑の話であって、坂谷君に何か問題があることは 100% ないと僕は確信しています。党のやってることが公選法違反になるんじゃないかみたいなことを疑惑がかかることは仕方がない。ただ、まあ、昨日も茂木さんとあの立憲民主党の馬淵さんがちょっと揉めてますけど、あれ寄付に関してはさ問題ないっていうことになってるので、まあ、特段僕はそこは問題ないと思ってるんですが、まあ、いずれにしても党としては NHK の被害者をしっかりお守りしていきます。それはもう経済的なものを含めて、で、その党の担当者ですね、例えば野田だった野田の担当者としては NHK 問題こういう形で取り組んでいきます。でさらに、その農業の問題ですよね、野田で言えば農業を株式会社化していくとか、そういうところについてせっかく見てくれてるんだから4分とかっていう常識の範疇じゃなくて、あの鴨頭さんが言ったように1時間とかの広告でもいいのかなっていうのはちょっとブラッシュアップしていけるところから、でもちろんその選挙中、選挙運動期間の7日間についてはこれはもう僕がすごく雑に取っちゃったんで、字幕も入れずにもうカミカミのやつ言ったんで、これも全然もっと候補者を入れずにブラッシュアップすれば、まあ、結構いけるかなとは思ってます。でその辺についてまあ簡単にね、地方選挙は勝てるんだったらよかったんですが、まあ残念ながらこれ春日部の1500票ってまあまあ判断するとしたら中途半端です。しんどいです。この数字で勝つっていうのは定数30の春日部で現職の坂谷君だから、まあ、なんとか28位に組み込めたというのが冷静な分析でね、このあとですね定数30前後25から35ぐらいまでの選挙で勝つっていうのは相当の玉、いわゆる候補者の玉と活動量経費を投入しないと勝てないなっていうのがあります。で一方で40人を超えてくるような、例えばその松戸とか船橋とか板橋とか、その辺はまあこの活動で十分当選に食い込むだけの、やはり NHK の被害者っていうのはちゃんといて我々を支援してくれる人がいることはよく分かりましたから、ここはまあやり方によって十分勝てるっていうこともよく分かったと、まあ、この辺の分析はみんな基本一緒だよね。特段ここまでだいたいだからそんなに簡単には勝てないけど、
ども、それなりの候補者を有権者が多いところに立てて、お金と時間をかければ当選が十分見込めるという、まあね、それは一部の人たちからするとそんなのも二度と NHK 党の人は誰も当選しないだろうと思ってる人も、まあ一般の多くの人はそう思ってる、思ってたんじゃないですかね。なんかもう NHK 党なんて地味だからもう誰もそこから当選しないというふうに思ってたんじゃないですかね。僕はもっと取ると思ったんですが、逆に結果として当選しているので、まあ、これはそのいわゆるアンチとか理解できてない人からするとって多分ちょっと驚いてるんではないかなと思ってます。で、まあ、この後そう さあどうしていくのかっていうことになると、まあ、直近で野田で、5月が野田、6月立川で、10月に草加市があるのかな、で同じく10月に川西があって、11月に松戸があって、12月に八千代市と西東京市があって統一地方選挙に突入すると、これ漏れてないかな、こんな感じですよねっていうような感じで、まあ4年前はこの辺ある意味破竹の勢いとかで言えないんだよね、ギリギリ当選、多分立川も下から何番目、一番何番人かですし、八千代も最後から2番目、下から2番目で、西東京も下からは一番下、一番下だったかなっていうようなところで、まあ、前回の数字を見る限り、まあ、いわゆる春日部の数字が1900から1500人、まあ、投票率が下がってるんで単純にそう400落ちたということよりも、まあ、250票ぐらい落としてるかな、だから投票率がちょうど分かりやすくて、前回 2.5 です、今回2です、 2.0 です、20% ぐらい落ちてるっていう感じなんですよね。で、そういう中で、まあ、野田氏に、ね、あと基本的な方、これからの地方選のね、そのやり方っていうか、お金の分配のところについて、分配というか出し分について、候補予定者が例えば100万円党本部に寄付してくれたら200万円分の候補をするっていう形にしようと思っています。まあ2倍、え、候補者だけじゃなくて党本部も非常にメリットはあるんですよね。もちろん比例代表とかの票が増えたりとかちょっと出てくるの でもちろんあくまでも YouTube でやるのは政治活動であって、まあ、党の PR がメインになってきますから、まあ、党が半分出すと、で、まあ、もちろんその候補者がその負担をする、まあ、その候補者のやっぱり意気込みっていうのをそのある意味お金で示してもらって、それでどれぐらいの当選確率があるっていうのは僕はちょっと冷静に分析しようかなと思っていると。であまりだから今年これから残ってる選挙でもう確実に今勝てるなと思ってるのは松戸ぐらいですね。このデータから見るとね、松戸はもう全然前回来たところ今回もちょっと1人だし42なんで、だからそれぶっちゃけ野田、立川、川西もちょっと、まあ、川西はちょっと独自の動きしてると微妙なんで何とも言えないですけど、まあ、八千代、西東京あたりはまあ、あまり無理をしないっていうのもありなのかなとはちょっと思ってます。まあ、野田の方はねもう短期決戦なんで YouTube の再生をガンガン回せば、で大体ちょっとまだあれ決算とかなってないよね、 YouTube1 回 1.5 円ぐらい1回あたりに換算したらってことですか。うん、そこまでは見てます。ちなみにだから春日部は1日1万円です。もし3ヶ月前にやったら90万円っていうことだね。後半40日流したんですけど、最初の20日間が1万円で、最後の後半の20日間は 1.5 万円。だから予算決めてやればそれ以上回らないって言われる。トータル何再生ぐらい？トータル37万再生でした、ね、表示じゃなくて再生、表示、まあ、5秒も含めて、5秒しか見てない人も含めて37万回。30秒再生って、ね、で30秒は15万人、15万回です。でも15万人が30秒以上見たってくださってるんです。
すごい効率はいいと思います。そうですね、人口が23万人ですので。それどっち側に課金されているのかな。今、ごめん、15万っていうことです。30秒見ないと課金にならないです。で、その30秒に対していくら使うの。だから前半1万円ってことは月請求は67万ぐらいできてますよね。67万67万円で何回回ったので30、まあ、30秒以上が15万で4円ぐらい。ああ、だから1回見てもらうんで4円ってことか、はい、表示で言うと2円ぐらいってことですね。37万5秒スキップはお金全く取られないってことですか。5秒スキップは取られてないはずです。30秒にならないと取られないはずです。5秒広告出してないですよね。出してない。そしたら取られないわけです。でもそれもいいんですよ。取られないけど、アピールはできるんで。5秒間。そう、5秒は絶対見せられるんで、ただで見せられるんで。5秒以上30秒未満でスキップすると無料っていうことだよね。そうです。いや、だからね、普通に YouTube 広告っていうのは、これは、ポスティングするとかを考えたら、異常に安いのよ。安いでしょ、今話聞いてて。しかも送れる分量が全然違うんで、そのチラシ1枚の裏表のレベルじゃないので、これは相当、まあだから野田では一回ちょっとテストしてみようとは思ってます。さらにね、どれぐらいの、特に野田の場合は駅前でチラシ配るとかっていうのはほぼ効果がないので、 YouTube 広告でどれぐらいのものが引っ張ってこれるのかとは思ってます。で、だから野田についてはちょっと早急に、今日山崎来てないのか、どういう、もうロケ隊を呼んで、俺と渡辺君で、で、ちょっと原稿とかバシバシ考えてもらって、30分ぐらいの動画作ったらいいと思うんだよな。料金どうなのね、30分にしてら。いや、金は変わらないって言ってましたよ、長い分に。広告料は変わらない。広告料変わらないのよ。だから、制作料だけ。はい、見たい人が30分見れるような、まあ少なくとも15分とか、いわゆるその農業のところとかっていうのは、で、あとはちょっとホリエモンの予定を見たんやけど、さすがにちょっと野田に行く予定が今なくて、ホリエモンが野田までできないんやけども、まあちょっとそこになんとかインスタントで使えないかとか、別撮りでできへんかっていうのはちょっと聞いてみるけども、30分ぐらいの広告出した方が面白いんじゃないかなと思ってるんだけど。途中でやめてもいいし、見れてもいいみたいにしたらいいんですか。最初になんか30秒のところはなんかコンパクトに言って、だんだんこう見れる。ああ、もちろんもちろん。だから、なんだろう、鴨頭さんの1時間の広告っていうのは、ある意味ドギーの、みんな知らないからよ、鴨頭の審査さんは、1時間の YouTube 広告、日本で一番ある意味長い広告を打ってるんですよ。で、チャンネル登録すると絶対に見れないですよ。鴨頭さんのチャンネル登録すると鴨頭さんの広告が出てこないっていう、そういうものなんですけど、まあやっぱり詳しく説明しないと、まあ、今回 YouTube 広告見たっていう人はいっぱいいたんですが、それが直ちに表につながってないなと。それだったら野田氏の選挙は5月の22日に行われるので、ぜひ皆さん投票、まあ、NHK 好きな人も嫌いな人も投票に行きましょう。ここまでは全然セールなので、その辺をもっとこう投票日とかを意識するような、でちょっと作ってやってみたいな。まあこれだからもうまさにブラッシュアップしていこうというんです。まあ、これもし坂上君が落選してたらもう何もやらないと言ってたわけですよ。内心落選してくれたらラッキーかなとちょっと思ったりしてましたやらなくていいからいや、それは皆さん笑い事じゃなくて世論なんですよ。あれだけのことをして当選しないということは、必要のないものを押し付けちゃいけないんですよ。でも今回はその先電話かれたおばあちゃんのように、やっぱり必要だと、少なくとも国政政党じゃなくて、これね、 NHK から国民を守るとき実は政治団体で出てるんで、そのオラが町にも NHK 党の議員が必要だという判断を今回2年ぶりにしてくれたわけですよね。これそれ大きいと思っててね、だからこれが当選してしまった以上、僕もやらざるを得ないって今状況なんですよ。
これは僕たちは民意によって動かなきゃいけないんで、民意を無理やり動かすことはしなくていいと思っているので、ということでちょっと流れした早急に作ってやりましょうと。で、立川は来てないの？これ、これ今映像が出えへんのね、これ。これ、どの辺何ができる？いや、いつもついてますからね。立川参加はされてますよ。参加はされてます。ついたり消えたりするね。なんか触り続けないと消えるみたいな。で、横山みどり君とかどうしようかなって感じなんだけど、もちろん、あえてお金を使わずに、ちょっとその、統一地方選挙で、空いてるところがあるので、そこそこね大きなところがあるので、その辺に回るっていうのもありかな。まあまあ、特に横山みどり君の場合も品川で出たらどうっていう話をしているので、そっちにシフトした方が、思い切って出ないでシフトする方がいいのかなと思ったりはしているいや、やっぱり立候補して落選するっていうよりも、もうあえてそこは飛ばしていくっていうのも一つの判断としてはありかなとは思ってるんだけど、横山君これ聞け言えない、これどう、これ聞こえてない、いや全然だから逆に立川だけじゃなくて、それこそ八千代の どう、いや、おっしゃる通りね、数字的には非常に厳しいし、マイクちょっと待って、おっしゃる通り、ね、数字的には非常に厳しいし、この2、3年でやっぱ女性の方の立候補がすごく増えてますね。この間八千代、去年補選があったんですけども、はい、やっぱ自民党から女性出て、まあ、当然受かるわけですよ、はい、で多分あれ見て他の人も何人か女性で立候補すると思うんですね。で、まあ、仮に何かチャンスがあるとすれば、現職の今70代以上ぐらいの議員の方がね、辞めるとかね、なんかそういうことがあれば分かんないんですけど、普通に今のメンツでプラス女性の立候補者が3人ぐらい来たら、多分かなり厳しいだろうな、私は思ってます、はい、で、いや、だからその厳しいのは分かった上で、どうしたいっていうの、どういう形でやるのがいいかなっていう、まあ、だからあれですよね、今の感じだと、だって前回下から2番目ぐらいだったんですね。 2% なんですけど、はい、2割ぐらいその多分落とすとすると、私で1200票だったんですけど、はい、前回最低が1000飛び50票かな、150票ぐらい下なんですけども、はい、まあギリギリか、時点ぐらいなんじゃないかなっていう。それだからその YouTube 広告とかポスティングしてっていう話でしょ。もちろん。いや、だから僕言ってるのは、それをやるのか、もうあえてもう先輩で別のところ回るとか、ちょっとその辺の意見を聞きたい。ですから私の場合は他で出たいなというふうに思ってます、ね。そっちね。はい、もちろんです。まあ、この間、立花投手とも少しお話しさせていただいたときに、はい、まあ、帰りのところということで、お話になってたと思うんですけど。そうですね、だから、その辺、やっぱり集中と選択なんかなっていうのがすごくあるのと、今話があって、若い女の子強いんですよね。やっぱ今回は29歳の女の子が3500票とかも恐ろしい数字を取っているので、そこのちょっと、まあ、だから僕、草加市に関しては YouTube 広告をかけて、立候補してくれる草加市民を募集してますっていうのをやってみようかなとは思ってるんですけどね。まあ、当然、夏の参議院の結果以下でちょっと変わってくるんでは、来るとは思ってるんですけども。まあ、直ちに決めなきゃいけないのが立川かなと思ってて、まあ、それ以外、それ以降の川西以降は参議院の方が先なので、まあ、そこで違う、もう一人、いわゆる全国比例で 1.8% 取ってね、浜田君のとの、まあ、もう一人というか、もう一人当選するような、まあ、今、なれば堀江本の斉藤君が今、特定枠で持っていくので、斉藤君が当選するようだと、
まあ、そこから6年も安泰ですし、資金的にも相当余裕ができるので、ちょっとじゃあ、野田と立川以外については、ちょっと参議院の後っていうのを考えましょう。で、立川はこれ、繋がれへんのか。なんか、声が出せないみたいです。ああ。どうやろうな、でも、これは正直、立川は先輩でような気するな。どうかな。定数いくつなんですか、立川。立川は28ぐらいちゃう。厳しいですね。いや、まあもちろん、しかも6月なんで、立川に人を割くっていうことがほぼほぼあまりできないし、するべきではないから、そこで政治活動するんだったら、もう都内とか大きな駅をあちこち回ってやった方がいいかなと思ってるので、まあそれはもう久保田君のちょっと意向次第で。普通にやったら勝てないと思うね。もちろん松竹梅の、梅の選挙もありなんだろうけど、あまり参議院選挙の前にそこで負けになるっていうのもちょっとあれが下がるのかなっていう意識も下がる、士気が落ちて低下してしまうかもわからないと思うんで、まあ、勇気ある撤退の方が僕はいいとは思ってるんですけどね。品川でも来年の4月に向けてビラ配り出すなりやった方が、誰がどう考えてもこれ立川無理っしょ、この状態でね。無理っていうか、はい、私去年から久保田さん見てて、はい、2年前の四つ街道を降りた平塚さんと一緒で、はい、本人がなんだかんだ言ったってやる気が見えないから絶対無理だと思ってました。だから、ま、毎回当たり気にして、マイクでお願いします。だから平塚さんは街頭で政治活動をやるぐらいだったら YouTube 配信やってスパチャ期待した方がいいだろうっていう感想だったと思うんです、はい、それで久保田さんは投げ銭は否定してますけど、申し訳ないんですけど、春日部で遠目で見ててとても一人で政治活動できるような人じゃないので、だから自分一人で街頭に立って本当にやる気見せるのかって言ったら絶対無理だと思う。だから立川で本人が出たいって言ったって惨敗するのはもう目に見えてて、だからもうどうやって話題を作るかっていうことであれば、それこそ町会議で横山みどり緊急記者会見でやって、立川では立候補しませんって本人に宣言してもらったら逆に話題になるんじゃないかと思います。その局地的な人気ってないんだよね。ただ実際に春日部市の前駅前に立ってたら横山みどりの前ってこれめっちゃ来るのよね。これは現場にいない人には分からんのよ。やっぱりね、落ちこぼれの人の、全員がもちろん落ちこぼれじゃないんだけど、横山みどりの番ってめっちゃ来るのよね、こればかりは。だから、少なくとも各、まあ、春日部で言ったら100票ぐらいは貢献してるんちゃうかなぐらいの勢いはあるのよ。そこを別に切る必要性はないかな。ただその立川という局地で人気があるかはそうでもないし、彼を PR すればするほど、その何だろう、マイナスの人が増えることも間違いないとは思うんだよね。だから別に彼が俺は立候補することについてはそこまで否定的ではないんだけど、プラスの部分もいっぱいあるしね。なんていうのかな、全然横山みどり君が来て活動してないっていうのはちょっとそれは違うと思う。相当彼も来てやってるから、もう実際俺が行って見てるのでね、横山みどりが相当ビラを巻いてる活動してることだけは間違いないので、その平塚君と一緒っていうのは全然さすがに違うと思うんだけどね。じゃあなんで立川で活動しなかったんですか。立川で活動しなかったのは4年間ってこと。4年間もそうですし、厳しいって言われてるのは分かってたと思う。なんで早めに、一日も早く当選したかったら活動しないのかっていうのがすごい疑問だったんです、いやだからね、もうそういう、こう我々の政党っていうのはもちろん属人的な問題も当然あるんですけど、人その候補者の質とかっていうのはあるんですけど、明らかに党の勢いで当選したっていうことだけは間違いないんですよ、はい、その
前回の統治上選挙まではね。で、国政政党になって注目を受けたらちょっと危険な人たちがいっぱいいるなっていうところもあって、これが一気に、まあ、時間とともにね、コロナとちょうどぶつかって党の、まあ、信頼みたいなのが落ちて今の状況になって、まあ、坂田君はそこを今ウニッとなんとか当選するレベルまで押し返してくれたと。これが冷静な分析だと思うんだよね。で、じゃあ立川で普通横山みどり君のような個性的な人じゃなくて、まあ、仮に小野君が出たとしても、まあ、誰が出ても正直無理ですよ。4年間仮に頑張ってたとしても無理です。もうだってそんな都内の落下さんとかめちゃくちゃ強力なやつが降ってくるんで、よくぞ前回逆に当選したなというぐらいですよ。まあそれは前回の時は横山みどり君の力っていうのすごくあったんですよね。開票を見てたら分かる通り10万人ぐらいの人が同説で見てて、西村博之君なんかもねコメントしてたっていうのがあるんで、まあ逆に横山みどりだから立川はむしろ当選したぐらいの感じだと僕は見てるんですよね。で、まあ、そのネットの力がすごい下がったんですよ。それは僕のネットの絵の力が下がってるのと一緒ですよ。大橋君もそうだろうし、まあ、幹事長もそうだろうし、もうどん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 一人の YouTube とかの発信の力が下がってる。これはもう YouTuber の数が増えてるので、まあ、配信者の数が増えてるので、まあ、それに我々は対抗して YouTube 広告っていうものでなんとか今逆に押し返しているような状況であると。で、そうするとこれまではよく分からずに投票してくれてた人は確かにいるんだろうけど、 YouTube 広告とかになってくるとそこで15分30分喋る人になるから結構中身を見られるわけよね。俺が町の NHK 党の担当者はっていうのはなってくるから、そこはまさに小野君の指摘の通り、横山みどり君がそこは工藤君がこの後俺はもう品川にもうさっさとくら替えして任期満了までやってね、16月でくら替えをして、品川に向けてやった方が全然現実的だとは思っているけどね。それぐらいシビアに見なきゃいけないんで、立川はできればだから若い女の子なんか引っ張ってきてほしいんだよね。もう全然違うから、もう若い女の子とにかくみんな引っ張ってきてくれって感じやねんけど、自分が出ようとするよりも20代の女性とかを引っ張ってきてくれると、もうこれはありがたい、もう何がありがたいって、もう当選しやすくなるし、ボランティアに行く人たちももう喜んで話伸ばしに来るからいや、それそんなもんなんだよ。これはもうだって有権者だってそうだ、もう他の女の子とかもやっぱ近づいて話したいんだよ。俺たちだってアスカちゃん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 ってやってたからそんなもんだね。これはもうなんとやらしようとだけじゃない。そうそうそういや、有権者投票数見たら分かるでしょ。でもそれは別にアスカちゃんが何もしてないそんなんじゃないけども、これはどこの選挙区見てもやっぱりそれは船橋でもね、僕と一緒に出た女の子でも20代で何も喋れないですよ。小平さんっていう女の子、お父さんもお母さんも市議会議員で2人とも落選して、みんなの党で落選したから娘にかけたら娘はデューって3500票が取ったんですよね、無駄橋で。何にも喋れないですよ。マイク持って喋って見たことないですよ、選挙中にね。いや喋れないから、いいからこっちに。いやでもそれがある意味民意なんですよね。それは自分に年齢が近いような人が子育て中の人とかもそうじゃなくてもっていう女性のやっぱり候補者が少ないからっていうのはあるから、そこら辺はもう少し逆に YouTube 広告で草加市の皆さん NHK 党は立候補してくれる人を探してます、25歳以上35歳未満ぐらいの女性はもうめっちゃ当選しやすいので、ぜひ結婚していようが子供がいようが独身であろうが誰でもいいのでお気軽に連絡くださいみたいな、まあ、ちょっとあんまり女性とかそうやると男女差別があるかもしれないけど、ちょっとそこはねシビアに舵を切っていきたいなって言うと、まあ現職の皆さんはだからまあ、今できるだけ当選しやすいエリアに変わってコツコツ活動した方がいいんちゃうのというのはそう思ってます。それはそう思ってます。
で大野君の、ね、考え方に対しては大野君の考え方ってそれ、ね、市長選とかねなんかそういうのはそっちないのところがあの市議選ってやっぱり数が出てくるからああいうちょっと変わった人ってまあまあ票取るのよね。流山で街頭に立った時にも横山みどりまだいるのっていう人が何人かいてそれはまあ影響あるんだと思ったんですけど、じゃあ果たしてその人が投票してくれるのかなって考えると、いやそう投票してくれるのにだって立派でいいんやから、だってあの品川とか行ったら 1.5% でいいわけよ、そうするとそのマック赤坂さんの当選してるようにね、あのむしろああいう個性が出てる方がむしろ当選しやすいと俺は思うよ、はい、そのスーパークレジットもそうでしょ、うん、はい、だからあの一見こいつ大丈夫かみたいな人はいや意外に申請は通るのよ、はい、だからそれが立川で俺はこうそうしたと思ってて、ただ今回の見てるとちょっと立川で出ても厳しいんじゃないか、もっと言うと立川ではバレちゃってるからね彼のそのだらしなさが、それは感じて、だから心入れ替えて、だって頑張って当選すると思うなら品川に行ってね、ネル君と戦うぞってやったら、ネルとあの暗黒のなんか戦いだってまたそれなりにはネットは盛り上がるんじゃない。あの国場さんは動画あの配信やってたことは消したがってる節があると思う。いやいやだから消さないようにしたらいいでしょ、だからそれを消しに行かないわけでしょ、それみんなおもろいじゃん。そういうあの NHK 党を裏切った人物と NHK 党にしがみつく2人がぶつかり合うっていう構図であればみんな面白いからボランティアとかも来てくれるわけでしょ。だって統一地方選挙の時の一番の問題点ってボランティアの奪い合いなんですよ。多分大野君がほとんど自分だけでやってたでしょ。あの私はあの選挙前始まってからですけど、腕章は2枚しか使いませんでした。でしょ、でも横山みどりの場合は15枚使えるのよ。だから横山みどりはあんまり侮らない方がいいっていうこと。っていうのは、あいつの場合、自分が情けないというか、とんでもないっていうのを売れば売るほど、世の中のそういう自分は社会から必要とされていないというような人が来るのよね。で、それは俺すごく必要だと思ってるんだよね。だからみんな、あちこちで横山みどりどうしてるっていう声がかかるのは本当にそれはあのこの彼の本当になんていうのかな人柄がそのまま出てるんじゃないのと思ってて、だからそういう意味でもちょっとあの横山みどり君にあんまり他の人と同じような選挙させるのはあんまり良くないと思ってる。彼は彼の良さを出すべきやと思ってるから、まあ、無理に立川であの参議院選挙前になると思うけど、なんか他の人と同じような活動をして、そこに変に人をつい投入するよりももう参議院前なんでもう全体にやった方がいいんじゃないのと思いますけどね、はい、なんか意見あります？全然あと全然ちょっと忘れない間に携帯電話の番号はもうデカデカと載せてくださいね。ポスターも広報ももう全然違うからこれあのもう デカデカと書いた方が電話してきてくれっていうメッセージが伝わるから、まあ、広報の方に NHK 党がお支払いしますって書くのは問題ないと思います。私が払いますはダメですけど、もし裁判で訴えられた場合 NHK 党が裁判費用も受信でも肩代わりしますって書くのは全然問題ないので、そこは、はい、肩代わりの方がいいです。踏み倒すように。ちょっと踏み倒してください肩代わり。いやまあまあ感覚として言葉の伝わる感覚としていいかな肩代わりの、うん、いや踏み倒すはみんな払わないじゃん。踏み倒す結果裁判になったらうちが肩代わりするっていう順番やから、なんかこの言葉が非常にいやお支払いしますって丁寧に来てたんだけど NHK との裁判 NHK の受信料を踏み倒して万が一裁判になったら NHK 党が肩代わりしますが一番分かりやすいでしょ流れ的には。踏み倒して裁判になったら肩代わりできっちり埋まるっていうね、そのワードがちょっと見つかったんで、それはそういうのをちょっと前面に出してもらいながらでいいかなと思ってます。まあまあ他にもね、どんどんブラッシュアップできると思いますよ、政治活動も選挙運動も。あのポスティングの費用ってめっちゃかかるよな。あれ1枚何本ぐらいするの？チラシって。いや
4円、4から4、5円な。で、業者使うといくらやったあれ、いくらでした。あ、だからポスティングはその4円、1件4円、はい、あ、そんな安いの。印刷別です、別です、別です。印刷と電話もする10円ぐらい。え、印刷と両方で1件10円。あ、印刷で1枚5円もします。うん、1件5円とかで逆にポスティングしてくれんの。いや、あの都内です。いや、だから春日部はいくらやった。7円ぐらいです。いや、だから春日部はいくらやった。7円ぐらい、まあ、詳しい数字は分かんないですけど7円ぐらい。で、何件ぐらいやったの。業者は6万5千。6万5千、はい、で、ということは7円ってことは40万、40、50万。まあでもその効果を考えたら、なんか YouTube を30万かぐらい回した方が良さそうやけどな。まあ今回いろんなものやってみたから、多分ね、 YouTube の内容をしっかりと考えたら、あの相当効率よくいけるような気がするけどね。気がするだけで。いや、正直めちゃくちゃ飛び道具としては最高やと思うんだけどね。そこはあのチラシの方も正直ブラッシュアップのしようがないから、ほぼほぼもう、だからあの YouTube 広告はいけるよ。まだまだ進化していけそうな気がしています。で、全然、話は変わって、山本太郎さん、今日さっき会いました。もう、小川さんも記事になってます。あ、なってるか。もう、うちの NHK 党の山本太郎さん、記事行かせてもらいました。全然、めっちゃいい人でしたね。僕も今日は2回目なんですけど。で、ちょっとその、完全に名前だけ出して、顔を出さないっていうような方法で、考えてたんですが、もう本人と今奥さんと話をして、ガンガン顔を出して活動すると。で、ありがとうございます。で、全国比例の方でもう固めました。で、なぜ全国比例で固めたかっていうと、もうこれはガチンコで、勝負をしようということで、まあ、山本太郎さんは今選挙区って言ってるんですけど、まあ、99% と言っていいんですが、あの人全国比例に変わってくると思います。意味がないから全国比例で出ないと、なんか選挙区でって言っといたらなんか混乱できるのかってこと、まあ、で全国比例に来たらその東京選挙区に回すって今 YouTube で言ってたんですけど、もうそれはやらないです。全国比例行きます。で、7人の山本太郎もちょっとふざけてる感が出るので、実際7人8人まで知ってるって言ってましたけど、もうこれはこう一人で行きます。で、非常に令和新選組の支持者からの、まあ、攻撃というか、意味のわからない質問がめちゃくちゃ僕に来て、全部ブロックしていったんですけど、すごいなこの人たちと、こういうのを実感しました。ただ一方で頑張れっていうのもめちゃくちゃ多いんですね。令和新選、要は山本太郎ええ加減しろと、もっとやってくれと。で、今までの選挙は好きな人に一票入れるしかなかった。でも嫌いな人に一票入れる選挙をちょっと無限化してみたい。だから山本太郎さんが好きな人もいっぱいいるけども、その反面山本太郎さんのやってることがどうしても許せないっていう人がやっぱ大勢いるので、その気持ちを NHK 党の山本太郎に託してくれと。まあ、それはもう全然、だって本人もその顔も出してやるわけだから、別に山本太郎というのは令和の山本太郎さんの専売特許でも何でもないわけだから、その僕が前回言った衆議院選挙の時に言った、やっぱり詐欺的な貧困ビジネスであることについては何ら説明をしていただいていないと思ってます。そこについて、追求していく。だからこっちの NHK 党の山本太郎さんがどんどんもう出ていきます。本人もやる気満々だから。令和の山本さんの記者会見場とかに行って、山本さんすいませんって、立花さんに言われてるのどう思いますかとかって感じで、貧困ビジネスについては、どうして政党助成金をもらってるのに、
あの貧困の人からの給付金もらうんですかとかっていう質問をぶつけていったら盛り上がるでしょ、選挙自体が。なんか令和の山本 VS NHK 党山本でグワーって盛り上がったらお互い相乗効果でいいと思うんですよ。別にプロレスするっちゃわけじゃないですけど、やっぱりあの問題は僕はどうしてもあの令和の山本太郎さんにはもっと説明してほしいところです。いわゆる政党助成金をもらう以上は寄付ってもらうべきなのって、もうシンプルなところなんですよ。その赤旗新聞は赤旗新聞じゃないわ、共産党は赤旗新聞って政党助成金もらってないわけですから。で山本太郎さんとか令和新選組に対しての批判っていうのはほとんど誰もしないんじゃないですか、ネット上でするかもしれないけども。だからちょっとやっぱりなぜそんな野党をまとめなきゃいけないのに新しい政党まで作ってやってるんですか、余計野党分断してるんじゃないですかみたいな聞きたいことがどうも山ほどあるので、それをうちの山本太郎君に質問してもらうっていうようなところで結構あのパチンコで話を今日しました。で、近々ねあの本人もちょっとお父さんにも選挙のことを言ってないので、近々お父さんに説明した後に記者会見、ごめんなさい、ちょっと急ぎの対応できたらっていうような感じです。わあ、これ誰か、あ、10分、はい、ちょっとこれ本場ちゃんのことだけでなんか急ぎのやつだと思ってさっと動かされ、これを送ってあげて、その今それ少しをしたから、あ、そうか、それを送ってあげて、はい。ということで、まあ、山本太郎さんについては、いや、もう至ってまともな人っていうか、会社の経営もしてる人で、全然、逃げ隠れもせずに戦うという山本太郎さんということで、よかったと思っています。記者会見されるんですね。記者会見ね、もうします。で、明日の11時っていうのは、一旦やったんだけど、本人が、いや、さすがにちょっと、お父さんにはちょっと直接会って、とか、その急にそんなのになるとまずいので、ちゃんと身辺に説明した上で、正式に顔を出して履行すると。なかなかね、ツイッターアカウントもいきなりなんか凍結されてしまって、何も書いてないのに。でも、そんなことされるぐらいだったら、もうこれまで本人が使ってきたツイッターをそのまま公式に、いわゆる公認、公式か、あれつけて、公式、公認バッジをつけてやるということで、山本太郎さんの件はそういう感じで、ですね、堂々と、正々堂々とね、令和の人たちがそのいわゆるミス票っていうのかな、混乱で間違って令和の山本太郎さんっていう票を狙いに行くというよりも、もう山本太郎のアンチ票を受ける NHK との山本太郎っていう新しいちょっと政治の手法、一票入れるプラス1はあるけど、入れたくない人はもう他の人入れるしかないけど、入れたくない人にあえて投票してどれぐらい嫌われてるかっていうのをバロメーターで上げていくっていう、ちょっとアンチテーゼの活動で、令和の山本太郎さんに嫌いな人は NHK 党の山本太郎と書いてくださいっていうような感じの言葉をちょっと流行らせていこうかなと、まあ、思ってます。はい、と本日政党助成金が山本太郎さんに関してなんですけど、はい、山本太郎さんという方がどんな方か人となり全くわからないんですが、はい、以前というか立花党首の動画の中で、はい、その件を触れているものがありまして、そこから判断すると例えば、あ、ごめん消したごめんな消してもった、なんかもっと来てたよ、ちょっとこれ十分これ見といて、ごめんな、ちょっとほんま急ぎのあれやね、消してもったわ、今なんか6桁のやつ、新しいやつ、ごめん、はい、どうぞ、はい、で、それで、もともとは令和の山本太郎さんと考え方が似てるというか、同じ方だった、今日話をしたら、医療タイマーとかそういうのをやりたいということで、三宅洋平さんとはお会いしたことがあると、その時にダブル山本太郎で出たらどうぐらいの話をされたっていう感じで、彼が訴えたいのは動物、犬猫殺処分ゼロと医療大麻、まあ、大麻の合法化っていうところがあれ で、それ以外のことについては、別に、特段右でも左でもないって感じで。NHK 党の基本政策と、令和の基本政策で相入れない部分でいうと、はい、原発に対して、
推進か反対かだと思ってます。だから三宅さんの名前も出てきたときに、もしかしたらその方、はい、原発反対という方じゃない。そんな話はしてないけど、もうサラリーマンだと思ってるんで、党の方針に従いますっていうのをおっしゃってたんで、まあ、奥さんも一緒に来られて、まあ、奥さんはめちゃくちゃしっかり、まあ、奥さんもしっかりしてたから、はい、2人でいるとこお店とか経営してる人 で太郎会っていうのを本人が作ったっていうことで、全然そんな、わざわざ僕の講演聞きに来てくれる、沖縄から徳島まで僕の講演を聞きに来てた人なんで、全然そのなんていうの、その山本太郎さんと三宅さんにめっちゃ近いとかそんなんではないわ。原発再稼働反対とかいうタイプでは全然ない、はいはい、もう見た感じも全然小切れの、まあひげは生やしたけど見た感じもどっちかって男前の感じかな。わかりました、はい。今日政党交付金が入ったので5280万ぐらいかな、各政治団体には送金をしていますので確認しておいてください。で、黒川君にそれ言ってなかったけど、黒川君比例で出て票取った票600万円超えた分は全部そっちでいいから、多分600万超えるとなると2万5000票ぐらいか、はい、でそれ超えた分も全部あげるわ。それで、はい、なかなか2万5000超えると厳しいけどな、まあ、頑張ります、うん、だから5万票取ったら600万ぐらいなのかな、はい、ちょっとそこ、みんなの方が逆に空いてるとこかなと、はいはい、ちょっとその辺の条件で、はい。他、だこれ、これいきます、はい。あ、OK です、はい、OK です。明日の変更、15時間の変更だったんで、10ちゃん、10分ありがとう。OK です、はい。僕の方からごめんなさい、長くなりますか、以上です。はい。あ、いいですか。はい、私の方からですね、チャットワークに数日前から書いてもらってたんですけれど、NHK 党の綱領の案を、まあ、出しております。で、まあ、こちらですね、一応党首の方から私主体で進めていただいて結構ですとのことなので、まあ、進めさせていただいております。文章自体は、まあ、これ何回出してもいいと思うんですけど、ライターの森山さんに書いていただきました。一応私の方から相談させていただいて、こういう形で綱領の方を作ってほしいという形なんですけれど、まあ、森山さん結構党首の動画はもうしっかり見ていただいて、まあ、党の考え、党首の考えなどはまあしっかり理解いただいていると思いますので、まあ、それプラスですね、最近、まあ、M1 グランプリでもやりましたけれど、党の基本政策も一応4つ打ち出しております。だからそういうところを、まあ、うまく組み合わせて、まあ、党の綱領を、まあ、以前のものはあったと思うんですけれど、まあ、ちょっと参院選前に改めて、作ってみてもいいのかなという形で、まあ、私の方で発案させて、はい、今回チャットワークの方に掲載させていただきました。まあ、簡単にですね、少しだけお伝えさせ内容をですね、そのお伝えさせていただきますと、一応基本政策はですね、まあ、読み上げますと、政策1は NHK のスクランブル放送の実現で、政策2が税率引き下げと特例公債発行でインフレ率 2% へ、政策3が交渉防衛力の強化、敵基地攻撃能力の保有で、政策4が、まあ、安全かつ安定的なエネルギーの確保ということですね。まあ、そういう4つの政策を踏まえた上で、文書の方を作っていただいて、おります。まあ、チャットワークの方にはすでに載せてあるので、まあ、見ていただいている方も多いんじゃないかなとは思います。まあ、一応基本理念少しだけ読み上げますと、私たちは公のために行動する、自由を守り自由度を高めるために行動する、正直者がバカを見ない世の中を目指す、各自が実力を十分発揮できる社会を目指す、多様性を尊重する、合理的な意見を尊重する、弱者や少数派でも幸せに暮らせる社会の実現を目指す、情報公開に努める、説明責任を果たす、人間は間違いを犯すものであるという前提に立つ、優秀な人材が国政に参加するよう働きかける、 NHK 党基本政策に合意する限り NHK 党構成員のその他の活動を拘束しない、企業労働組合団体などからの政治献金を受けずに政党助成金など税金を原資として活動するという形で、まあ、書いていただいております。
まあそうですね、チャットワークの方には特にご意見はいただいていなかったので、まあ、概ねこの面でいいのかなという気もしつつ、まあ、個人的にはですね、政治献金のところは、まあ、少し、まあ、言い回しなどを考えてもいいのかなとは思いましたけれど、とりあえず そんなところでございます。もし、ですね、まあ、大きな反対なければ次のや正式決定はそうですね、ちょっと文章のところをまだ少し、なんか丸々にしてあるところもあったりするので、まあ、役員会で決定の方はさせてもらおうっていいのかなと思います。はい、こんなところでございます。まあ、何か意見あったらですね、またチャットワークの方に書いていただければと思います。まあ、まあ、そうですね、また私としては、まあ、他の党にはない、まあ、我々独自の色は出てるんじゃないかなと思いますし、まあ、昨今そうですね、まあ、コロナ禍であったりというところで、まあ、官僚が、まあ、政治を勝手に動かして、まあ、日本人といいますか勝手に規制を作っているようなところに対して、まあ、逆に自由を訴えているところというのは、まあ、我々らしくていいのかなという感じはしておりますので、まあ、適宜ご意見などいただければと思っております。まあ、なんだかんだで参院選、まあ、選挙投票行く人はですね、本当に真剣に政治のことを考えている人向けにですね、まあ、やっぱ考慮というのはしっかりあった方がいいのかなという形で今回進めさせていただきました。ということで、一つ考慮については以上ですね。で、これはで、もう一点はですね、これは昨年の9月ぐらいから進めさせていただいているんですけれど、まあ、国会議員の権限については、はい、皆さんに積極的に使っていただきましょうという方針を進めております。まあ、以前から、まあ、お話ししているので、まあ、あまり詳細は述べませんけれど、まあ、主なところとしては省庁、官庁ですね、これは、参議院議員浜田聡の意見として、まあ、皆さんが自由に意見を伝えていただいて結構ですということもありますし、あとは国会の方だと、調査室であったり国会図書館で、まあ、そこの権限を使ってですね、いろんな調査をしてもらっても結構ですし、あとは法制局ですね、まあ、こういう法律を作りたいという意見があればですね、まあ、法制局ご利用いただいて結構です。まあ、こちらはですね、はい、窓口末永さんにやっていただいて、まあ、結構ですね、一般の方からもご利用いただいておりますので、まあ、皆さん地方議員の方もぜひ、まあ、ご利用いただければと思います。まあ、これ数ヶ月前からやっていることなので、まあ、これぐらいに済ませていただきます。で、まあ、それとちょっと関係するんですけれど、本日か最近あったりですね、まあ、ツイッターのトレンドで出てきているのがレジ袋有料化ですね。まあ、こちら、我々の方が少し関わっております。で、先ほどお話ししたことと少し関連するんですけれど、まあ、どう関わっているのかというとですね、まあ、旧国シンクタンクというですね、シンクタンクさんがあるわけですね。で、まあ、こちら倉山満さんという方が、まあ、中心となって進めていただいているんですけれど、まあ、理念としては日本国規制がちょっと強いので、まあ、官僚統制を、まあ、進めている状況に、まあ、危機感をお持ちということなので、まあ、そういった方がですね、まあ、そういった動きに、まあ、抑制をかけるみたいな、まあ、そういった狙いで、まあ、活動されているんだと思うんですね。で、今回レジ袋有料化について我々私の方に相談があって、いろいろと話を進めていただきました。まあ、倉山満さんもそうなんですけれど、内藤陽介先生がですね、まあ、結構積極的にいろいろと動いてくださってですね、まあ、先ほどお伝えしたようにですね、政府とのやり取りやったり、まあ、法制局とのやり取りをですね、まあ、その旧国シンクタンクの方にもご協力いただいて、話を進めていただいた結果、
まあ、あのレジ袋実は、有料化は義務化ではないあのということが、まあ、あの分かって、まあ、私もちょっとそこまで詳しく知っているわけではないんですけれど、まあ、いろいろと調べた結果そういうことが判明したということで、まあ、何が言いたいかというとですね、あの私の権限を、まあ、他の方にいろいろ利用していただいた結果、まあ、あのこういう話が進んだということでありますので、まあ、そういう意味では、うん、一応党の成果といいますかそういうのは、まあ、あるんじゃないかなと思います、まあ、ちょっとこの辺はですねまたインターネット上にいろいろと情報があると思いますので、まあ、皆さん適宜見ていただければなと思っております。あとですね、まあ、最近といいますか今は通常国会の会議中ということで、まあ、結構野党の、まあ、会派組んでる議員としては結構忙しいといいますかところであります、まあ、忙しいと言いつつ、まあ、結構ありがたいところですね、まあ、複数会派組めるから特別委員会の議席というのもいただけるわけで、まあ、結構国会の質問の機会などが多々あります。常任委員会としては財政金融委員会というところで、まあ、質問させてもらってますけれど、まあ、それ以外に行政監視委員会であったり、先日は憲法審査会などでも発言の方をいただきました、まあ、適宜ですね、あの国会での私自身のやり取りについては、はい、あの自分自身の YouTube 動画に載せておりますが、まあ、一方でですね、私自身が掲載するだけじゃなくて、まあ、勝手に切り抜き動画を作っていただいて、結構それがバズったりしておりますので、まあ、そういうのも皆さん、まあ、適宜ご注目いただけたらなと思っております。ということで、まあ、私からは以上です。はい、あ、黒川でございます。まずニコニコ超会議が、迫ってまいりまして、29日この4月の29日金曜日祝日、30日土曜日になっておりますので、あのボランティアも、当初、予定通り、人が集まっておりまして、なんとか運営できる状況になっております。あのこの中にも手を挙げていただいている方が、たくさんおりまして、ありがとうございます。で、運営側じゃなかったとしてもですね、せっかくのお祭りですので、そして党としてもこれかなり予算がかかっておりまして、まあ、党首ももうこれはしっかり派手にやるんだというふうなことでかなり予算をかけてのイベントになりますので、あの運営側で一日あのずっといるということでなくてもですね、まあ、とりあえず来てくださいと思いますので、あのまたニコニコ町会議 NHK 党ですいません、あの Google で調べてもらったら、あのライブのスケジュールとかも出てまいりますので、あの1日べったりじゃなくてもいいので、あのとにかくお越しいただければと思います。よろしくお願いします。で、NHK 撃退アプリの開発は、一応予定通り進んでおりまして、ほぼできております。ほぼできております。え、あ、違います、それはサイトです。サイト、はい、あのまだ、まあ、アプリの方もほぼできておりまして、ただちょっと1個やっぱトラブルがありまして、ね、アップルの審査がですね、はい、非常に厳しくて難航をしております。それが来てる。あのちょっともしかしたらアップルの登録だけが間に合わないかもしれないのですが、開発は終わっておりまして、なんとか間に合わせるべく頑張っております。Google Android の方は、審査が通っております。あのアプリダウンロードのアカウント作成と、あとデータを Apple のサーバーに上げないといけないので、非常に監査がやっぱ厳しいと、いうことで、多少難航はしておりますが、進んでおります。でまたあのニコニコ町会議に関しまして、あの NHK 党カラースーツ、あの皆様、まあ、党首が、まあ、今日も浜田さんが、あの浜田さんが今来ておられるのは、あの取り急ぎ、購入されたものであって、一応オーダーしてですね、作れるようになっておりまして、あのニコニコ町会議の運営スタッフ分は、今発注をしたんですけれども、これからあのもう必要だと思われる方はですね、オーダーできる状況になっておりますので、多分6万弱ぐらいでなかろうかと思います。
で別にあの作らなければならないということはないんですが、作りたいなという方がいらっしゃったら、ちょっと近々チャットワークスでですね、あの告知募集してみようと思いますので、あのお気軽にご連絡ください。でまたあの NHK 党カラースーツと合わせまして、NHK 党テーマソングができております。この発表が、ニコニコ町会議になります。で、テーマソングに合わせた振り付けもできております。皆さん踊っていただくことになりますので、あのバカにせずにですねいやそういうのもあの、まあ、大事だよと、洗脳のごとくですね、あの同じことを繰り返すことによって認知してもらおうということと、まあ、ニコニコ超会議のようなところでは、まあ、行って、まあ、面白いと思って耳に残ってバズるということを目的にやりますので、まあ、今後、党のテーマソングとテーマダンスができます。これはもう、しつこくやることになりますのでよろしくお願い申し上げます。で、ちょっと堀江政経塾のことに関しまして、ちょっと私からも、思うところがございましてコメントさせていただきたいんですが、まあ、当初はちょっとさすがにそこまで強く言えなかったと思いますので、まあ、大変ちょっと僭越ながら私からもちょっと当初を横で見ている身として、コメントさせていただきたいんですけれども、まあ、やっぱりいろんな経緯があってですね、まあ、多少なりこう派閥みたいなものはあると思うんです。あの旧来のやっぱり NHK 問題でずっと来たあの現職議員の皆様およびそのボランティアの方々と、あのやっぱり後からまたできた、堀江政経塾っていうのは、まあ、ちょっと別であったりして、あの嫌いとまでいかなくても行きづらいみたいなのはあると思うんです。で私ども翼の党はさらにその後諸派党構想として、まあ、入ってきたので、まあ、あんまり気にならずに、あの堀江政経塾の方もずっと出させていただいているんですけれども、まあ、当初もやっぱり、旧来の現職議員の皆様とか NHK 問題やってきた皆様も堀江政経塾に出てほしいんだと。でありていに言うと、そこまで党首が言っているのに出てきてくれないような人については党としてそんなに真剣にサポートできないんじゃないと、まあ、そういうことだと思います。いやその通りよ、はい、あのもうあのなんでそんなみんなセンスないのって話で、政治家と経営者を作るためにどれだけ努力して俺が堀江さんとのライン取ってるかもう分かってないじゃんっていうのはもうすごい思ってるよ。堀江さんに月一喋ってもらうなんていうのはあの皆さんの感覚実は分からへんのかなと思うんだよね。そこに来ないっていうのはあの普通にもびっくりしてんのやる気ないんでしょっていう話です。この俺ですらこれをやるってなってワクワクしながら毎回何で喋ろうかなとか、お礼さん何言ってくれんのかなみたいな。それが今黒川君が言ってくれたように音楽作ります、これね、ブッコ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 バースって俺もう2回目しか聞いてないけど、もうすぐ後に入るんだよね。アイデア作ってるのは堀江さんです。あの拡散このスーツもいいよっつって拡散いいよっつって拡散したのも堀江さんだし、ダンサーズも堀江さんで、アイデアだけじゃなくて堀江さんが言うとすぐに作詞家とか作曲家とかダンサー集まるんですよ。だからちょっとねそこにもう出てこないっていうのはもうちょっと正直びっくりっていうのが僕のそれは率直な感想です、はい。すみません、まあ、私が火をつけてしまいまして恐縮なんですけれどもあのでもですね、あの、まあ、今回の春日部選の結果を見てみんなよく分かったと思うんですが、選挙に勝つっていうのはそうそう簡単ではないのです。あの私ども翼の党もですね、まあ、その元々は別の政党でございますが、あのその多少の違いとかちょっと気に食わないみたいなことを言ってたらですね、もう生き残れないというのが、我々やっぱりこう社会のマイノリティなわけじゃないですか、まあ、ぶっちゃけその自民党とかあの維新の会とか、まあ、今、ね、勢いがあるわけですよ。で我々から見たら申し訳ない、こんなしょうもない候補が通るのかという人間がやっぱ通るんですよ。あの維新という看板をつけたら3000票とか取って通っちゃうわけですよ。
でもこれが、まあ、現実の中でわざわざ NHK 党にみんなが集まってるというのはここが居心地がいいからここがやるべきことがあるからと思ってみんな集まってると思いますので、この多少の派閥間闘争みたいなものはいい時もあるんですけれども、これ一丸となってやっていかなければ、まあ、参議院選ももちろんなんですが、統一地方選は非常に厳しいわけじゃないですか。で、やっぱり資源の奪い合いになるわけですよ。各陣営、今回の春日部市議選挙のようなリソースの投下はどう考えてもできないわけですよ。現地に行った皆さんは分かったと思うんですけど、あれぐらいやったら勝ちますよ。でもあれぐらいって党首が毎日行ってずっとやってるってそれできないじゃないですか。特に統一地方選は同時にあるわけですから、物理的にどんだけ党首が行こうと思ってくれてもそれは物理的にできないわけですから、各陣営人とお金の取り合いになるわけです。でそれをその選択と集中だという話を、まあ、今日も党首はされてますし、あとその自分がどのぐらいお金を出すかに合わせて党のリソースも投下して、こいつは通さないといけないという人間を通す、もうなんとか生き残らせるという選挙に党としてはなると思いますので、そういうことも勘案していただいた上で、やっぱり堀江チームの力を借りるというのは、堀江チームの力を借りるっていうのは、まあ、党のあれなんであれなんですけど、まあ、旧NHK 問題をやってるチームにとっても一緒にやることで、みんなが生き残れる方法に向かっていくと思いますので、そういうことも踏まえていただいて、まだ時間がございますので、まあ、堀江政経塾にぜひお越しくださいということでございます。はい、はい、ありがとう。はい、以上でございます。最後にもう一個、ガーシー絡みのことについては、今日、名前何かな、綾野剛さんね、被告、まあ、昨日内容証明が来たんで、直ちに出てきました。で、まあ、もちろんガーシーとこう付き合いしていくっていうことについて、批判の声があるっていうか、不安とかの声があるっていうのはちょっと分かってるんですけども、まあ、先ほど、女性セブンなのかな、ちょっと、ガーシーが暴露しているマッケンユーさんが6000万円貸して帰ってこないみたいな記事が出て、この会議のちょっと前ですけども、まあ、ガーシーが待ってましたとばかりに今晩ライブやると。で、相当ね、盛り上がってくると思います、これ。で、まあ、あえて、ここまで言えるのかな。だから、僕が、まあ、政見放送で綾野剛さんのことを言うたびにもうやめろという圧力がかかってきておりまして、まあそれだけ聞いてるんだろうなとは思ってます。で今日の、まあ、夜のその6000万円の借金についても、まあ、まあこれまさに悪手ですよ。まあ、マッケンユーさんの事務所についても、綾野剛さんの事務所についてももう完全に悪手です。こっちの罠に完全に引っかかっちゃったなっていうのが、もう向こうは何もしなければ、これ片方の意見だけだとテレビって実は報道できないんですよ。両方が言い出して初めてテレビって取り上げれるので、僕はちょっとこれやっぱりテレビ取り上げざるを得ないのかなって。今日まあ裁判提訴してきました。これ一応メディアにはプレスリリースはしてますけど、まあこの程度ではもちろんテレビは出ないと思うんですけど、でうまくそのサブリミナル効果を使ってほしいと。サブリミナルって言い方をするとちょっと悪い意味しかないですけど、要は伝えてる中に 0. 何秒とかのこう広告を掘り込んでいくの、ちなみにサブリミナルって言うんですけど、まあ、そういう意味のサブリミナルじゃなくて、ガーシーの話題や山本大の山本太郎の話題とかで多くの人が、まあ、僕の YouTube 再生数も久しぶりに10万回とかも超えていってるんですよね。それは恐ろしく伸びていってますよ。今Twitter の登録者数もどんどん伸びていってます。それはガーシーと絡んでるから。で、じゃあ僕 のタイトル何してるかっていうと、プロフィールね、 NHK のお金を払わない人を、まあ、受信料肩代わりしますよっていうようなことを書いてるわけですよ。
全然関心のことをやろうとして、この人立花って何者やっていうところで関心持ってくれると。だからその関心の問題を入れながら、山本太郎の問題も入れながら、必ず NHK 問題をうまく間に挿入していってるっていうことだけは皆さんちょっと理解はしておいていただきたいと思います。いい商品をいくら持っていても、それを多くの人に知ってもらうとどうしようもできないので、もうこれを我々の作戦をもうふざけてると思う人はどないやったってふざけてるです。無理です。こんなの永遠にふざけてるとしか思ってくれないので、決してふざけてるわけじゃありません。 NHK にお金を払わない人をお守りする、これだけですから。もちろんスクランブル放送が実現されれば NHK の被害者が出なくなるので、我々は回答していいという考えですから、それまで被害者を救済する、そのために、今日いただいたこの、ね、5000万円を超える政党助成金を NHK から裁判される方、された方のために、またこの活動を広めるために使うだけと、まあ、ここは皆さん間違えないようにしていただいて、それ以外のことはね、皆さん自由に右でも左でも上でも下でも好きな活動をしてくださいと、こういうことです。ちょっとこちら側からが長くなりましたが、何かご意見とかご質問師匠あればどうぞ。あ、どうぞ。はい、野田の渡辺です。はい、野田の選挙の件じゃないんですけど、はい、先ほどの堀江政権塾の件なんですけど、はい、私はもう一応第1回から参加させていただいて、まあ、18回目、やっぱりその毎月1回堀江さんの話聞けるってすごい、なんだろう、アイデアのとスピード感、まあ、本当これって皆さん、まあ、自分の事業とかにもすごい活かせることだと思いますし、あのご自身で商売やられてることとかすごい勉強になると思いますし、ただ一個だけあるのが、多分これすぐ塾っていつやってるんだって話が結構皆さんあると思うので、多分今後は塾力さんから日程決まりしたり、多分チャットワークとかも上がると思うんですけど、ちなみに来月は24、だいたい月末の月曜日か火曜日ぐらいね。そうですね、月1回皆さん忙しいと思うので、日程がないからといつやってるのか分からないというのもあるので、まあ、そこはきっと塾力さんの方から連絡いただけると思うので、ぜひ私の方ですね、皆さん参加していただいて、やっぱりせっかくですね、こうやっていろんな、まあ、問題、まあ、NHK 問題中心なんですけど、やっぱりせっかく集まったので、で私も最初ね、これも嫉妬ということで、NHK の方々と、こうやって交わらせていただいて、最初ですね、なかなか話せなかったんですけど、やっぱり2年近く経って、たくさんの方と交流できたので、ぜひこうやって近い人ですね、参院選挙を待っていきたいと思います。そして、まあ、ドラマ選挙ですね、精一杯やらせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい。まあ、野田はだからそんなにみんな入らなくても、ちょっと YouTube 広告の一本足打法みたいな。で、車、高志望ってみんな言ってるから、高志望という高志望で運動してくれれば。あとはちょっと YouTube 広告一本足打法で本当にどれぐらいいけるのか。まあ、ちょっとそれは見てみたいなと思うんで、テレビの CM を一回売ってもいいけどな、千葉テレビでそれ進めてくれてもいいよ、その出したやつをそのまま千葉テレビで流してもいいけど、あ、うん、ちょっと山崎とちょっと進めてみてよ、その辺もう直近の浜崎と日程だけ山崎さんの空いてる日が、そうやね、もうできるだけ早く入るから、お出しに、はい、他ありますか。はい、終わろうか。はい、お疲れ様でした。終わりました。お疲れ様でした。こっちなかったよね、こっちの人ね、出なかったよね、はい、終わります。